さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。私が有吉弘行でございます。2022年11月6日日曜日生放送ということで、11月に突入いたしましたので、アシスタントが変わります。お前かいと。お前かいってのはおかしいですけど。お前かいです。お前かいではないですけどね。ゲスナーのね、まあリスナーの人たちの相違ですよね。全員が言ってますよ。せーの。お前かい。いや、お前かい。下打ちはやめてくれよ。下打ちは。ということで、はい、安田。安田さんでございます。よろしくお願いいたします。いや、もうこのラジオも、まだ3回ぐらい聞いただけですっていう人はさ、はい、安田さんね。って言ったらさ、うん、安田さんですって。はいはいはい。安田さんだと思ってたね。なんか芸名が安田さん、安田さんと申します、フルネーム安田ですって言ったら安田さんです、安田さんだと思ってるんじゃない。あ、でもそういう人ももしかしたら、いいや、そういうことはどうでもね。じゃあなんで持ち上げたんだよ。じゃあなんで立ち上げたんだよ今。そんなことはどうでもよくてさ。なんですか三妻さん。なんですか三妻さん。どうでも三妻。じゃあ、しないで。知らないですけどね。はい、すいません。まあいろいろニュース。はい。ねえ、今週は結構ありましたかね。アイドル関連が多かったですかね。ニュースではね、ジャニーズのね。なんかジャニーズ事務所の副社長、ジャニーズアイランド社長、うん、タッキーこと滝沢カレンさん、秀明さんですね。秀明さんですね、はい、退任、うん、でそこのジャニーズアイランドの新たな社長には、うん、のっちさん、のっちさんね、いのっちさんがね、でキング&プリンスの平野レミさんと、そうじゃないですけどね。岸信介さん。信介さん、言うたね、言うたね。神宮球場さんが、神宮寺さんね。来年、脱退で、ジャニーズ事務所を退所すると。はい。いうことなんです。で、はい、これははっきり言ってね、うん、まあ私もいろいろ思うところとか、推理とかね、こうじゃないかとか思うところあるけど、はい、まあ今、この現状ね、ファンの人たちがめっちゃ荒れてるでしょうから、はい、これはスルーです。これは芸能界の闇がとか言いたがる人いるけど、はい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 、そういうことじゃ全くなくて、はい、ファンの人たちが今非常に悲しんでいたり、はい、怒っていらっしゃったりしますので、うん、こう私たちが変にいじると、はい、飛び火してしまいますので、はい、これは、はい、一回冷凍保存させてください。わかりました。また。はい。はい。そして、はい。ももクロ、うん、桃色クローバー Z の高木れにさんが結婚、うん、日本ハムファイターズの宇佐美選手と結婚するということを発表されたと。うん、そしてこちらは、脱退も、ね、脱退とか退所とかいうことは全くなく、そのまま続けていきますという。はい。アイドルが結婚しましたけども、そのまま続けていきますという新しい形を、はい、模索中ということでございます。まあ、こっちもね、ちょっとファンの気持ち考えるとね、まあ、まだちょっとわかりません。応援してくださるファンもいるでしょうし、はい、ちょっと今、荒れてらっしゃるファンもね、いや、こっちはそうするいると思うんですよね。そうですか、おめでたい。いいじゃないなんて言った日には、いいわけねえだろう。ああ、まあ、そういう人もいるか。刺してやろうか。怖いね。脅迫状が届いたりしますので、あ、こちらもスルーさせてください。じゃあ話題にあげなきゃいいんじゃないですか。もう話題にあげなきゃいいんじゃないですか、最初から。話題に散々あげといて、スルーしますじゃなくて、最初からこうね、もうニュースとしてしなければいいよな。これを取り上げなければ今日する話がない。残念。Release all that stress. Stress. With our variety program. さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーム。今月アシスタント改めて、はい、デンジャラス安田です。よろしくお願いいたします。います、はい、
ということはね、あとはまあだからなかなか大変ね、うん、まあ、中居くんがね、はい、またちょうど体調不良ということで1ヶ月休養したりとかね、はい、ありますけど、こちらもまあスルーさせてください。じゃあ言わなくてもいいですけど。あとは、はい、木村拓哉さんが岐阜信長祭りのパレードでもうたくさんの人をね、はい、集めたということでございます、はい、大変多くの人が集まったということでございます、はい、まあ、こちらもね賛否ございます、スルーさせてください。ピがないです。別にピないですよこれ。すごいなーですから。すごいなって。すごいじゃないですか、やっぱりっていうことですよ。信長ファンが集まってんのか、キムタクファンが集まってんのかとかね。ちょっとその辺のごちゃごちゃとね、はい、怖いんで、スルーさせて。スルーじゃなくていいです。いないですから大丈夫だと思います。はるかクリスティンさんの活動再開というニュースもありますけど、はいはいはい、こちらもスルーさせていただきます。はい、いや、ピーがないです、これも。有吉力さんでね、とどりま公演も最後までお付き合いください。Stay Night Dreamer.さあ有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、今月アシスタント改めまして、はい、デンジャラス安田です、お願いします。生放送メール募集しましょう。今日は松葉ガニ、まあ、地域によってズワイガニと呼んだりね、はい、越前ガニと呼んだり、取れる場所によっていろいろ違いますけども、まあ今日は松葉ガニとさせてください、はい、松葉ガニが解禁となりました、漁がね、うん、ということで本日のテーマこちら、カニの話、カニにまつわる話、エピソードを送ってください。蒸すのがいい、焼くのがいい、鍋が美味しいなどね、美味しい食べ方、カニの豆知識、珍しいカニ、カニの漫画、映画、絵、まあ、カニのことなら何でも OK でございます。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。南原さんはねカニが非常に苦手でしてね、うん、まあ、あの幼少期にね、うん、住んでらっしゃるところにカニがいっぱい大量発生して、はいはい、それをまあ車がねバン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 踏んでっちゃって、うん、朝通学の時にカニの死骸がいっぱいあって、うん、その死骸たちが笑ってるように見えた。ところから南原さんは非常にカニのことがお嫌いになってしまう。まあ、カニみたいな顔してらっしゃるんですけど、カニ江慶三さんみたいな、ね、から連想されますけど、南原さんちょっとカニっぽい顔されてますけども、カニのことは苦手だと。苦手ですね。ね、昼なんですよ、あれ生放送をやってますと、どうしても VTR にカニが出てくることがありますよね。はいはい、その時はもうディレクターが、カニ出ます。10秒後カニ出ますというカンペが出ます。そうすると南原さんは10秒後に目をつむります。そして誰かがポンポンと肩を叩いてあげると、終わった終わった、カニ終わったと確認をした後に南原さんは VTR をまた見るというのが名物、ヒルナンデス名物、カニ10秒前。じゃあこれから出てきますね、たくさん。だからカニが出てる時は南波さん目をつぶってますので、ご注意してください、はい、ですね。あとね、ちょっと珍しく高井さんがどんだけハゲいじりされても怒らないというですね、はい、高井さんがちょっと今日は久々に立腹らしいまして、うん、先週ですね、うん、闇金牛島くんとね、まあ、九条の大罪という今漫画連載中の、まあ、真鍋先生なんですけども、はい、まあ、その会話をした時にですね、はい、ちょっと闇金牛島くんちょっと最終回までねきっちり全部読まずに、うん、何十巻ぐらい飛ばして最終回見たっていうお話をしたんですよ、はい、そうすると、まあ、せっかく面白いのに全部やっぱり見てくださいねということで、はい、あの担当の編集の担当の方が、うん、また読んでください、で今連載中の九条の大罪も面白いのでぜひ読んでくださいということで、あの本をね単行本送りましたと、はい、いうことだったんですけども、あの JFN 探せども探せども全然本がなくてですね、
日本放送の方から連絡ございました。高井さんの方に大きな荷物届いてるんですけど、高井さんこれ何ですか、もういい加減にしてくださいよ日本放送の方に送られてきたんです闇金牛島くん全巻と九条の滞在が日本放送の方にそうなんですか、まあ、これマジで闇金牛島くんだったらもう完全肩はめられてますよ、ね、担当の豆野さん非常にいい方でね、嬉しいなというお話を先週してたんですけども、これ JFN ね、はい、なんですけども、はい、JFN だとも思わず東京 FM だとも思わずに、はい、日本放送の方に単行本を送りました高井さんができねえ男だな豆野はできねえやつだよ本当によ非常に切れてる。そうですか。日本放送からこっちまで持ってこなきゃいけないですからね高井さんが重いやつを重いやつ、ねということでぶち切れておりますまあ私には関係ないことですので担当の豆野さん引き続きどうぞお付き合い願いたいなと思っております高井さんがブチ切れてたて高井さんだけブチ切れてますね高井さんがブチ切れたところでね社会的な影響力は何もございませんのでマメロさんご安心ください、そうまあそうですね、ということですね。あとはね昨日今日ぐらいでね、うん、ちょっとおいめいっ子はいメイクがちょっと来てたりしてね、東京の方に。おちょっとまあ、なんか、飯食ったり、ぐらいちょっと付き合ったんですけど、はい、もう、小学生、まあ安田さんも子供いるじゃない、はい、もう小学生って終わってるね。終わってる。終わってる。うん、その、可愛さみたいなものは。だんだん、ね、何年生か。小学校行くまで、1年生と2年生とかですけど。まだ。終わってるね。あ、そうですか。うん。まあ、もう生意気だね。一丁前のこと言うもんね。まあ、一丁前。私はこれは嫌だとか。あまあ、それは言います。あ、それ、私あんま好きじゃないんでとか。ああ、まあ、あっちの方が好きなんでとか。言うじゃない。います、います。終わってるね、もう変わって。そうか、うん、そういうやっぱり3歳ぐらいでしょ可愛いの一番3歳まあ可愛いのはそうかもしれない ね、うるさいですけどね、うるさいけどまだうるさいけど、うん、ちょっと犬って知能が3歳ぐらい3歳児ぐらいだっていう犬の知能ってね、うん、だからやっぱ可愛いよね。まあそうですね、犬も3歳児も可愛いじゃんやっぱり。まあまあまあそうですね、うん、だから小学生なんてやっぱ手にもう手に負えないなって。そうっすか。もう、半、まあ何時間ぐらいだから、まあ約半日いましたけど。ああ、はい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 。昨日ね、半日一緒にいたら、俺今日ね、うん、11時間寝てましたよ。くたくた、くたくたで。11時間40代で11時間寝ないでしょ寝れないですね。めっちゃ疲れたんだなと思ってそうでしょうねよく生活してるね、そんな可愛くもない連中といやいやいや自分の子ですか。可愛くないでしょだって自分の正直可愛くないでしょ。いや可愛いですよこれ。俺が例えばね、はい、安田さん家の子供と俺が遊んだら、はいはい、いやこいつら可愛く俺は可愛くないだろうなと思うでしょやっぱり。いやまあそう他人はそうかもしれないですよね。うん、あ特にゾッとするでしょそれが自分の子じゃないと思ったらそいつらが家にいて。ああそうですね。憎いでしょ。いやで別に僕は憎くないですけど全然。うるさいなと思うでしょ。あ、まあ、面白くないなと思うでしょまず。面白いこと言わないでしょ面白いマジで。いやたまに言いますよ。なんかたまにでしょ。いや言いますよ。1年一緒にいてたまにでしょ。いや言いますよ。笑うことある。あります子供の言うことで。あります、あります。いや、それはハプニング的なお笑いでしょ。いや、うわうんこ、踏んじゃったとか。いや、違う、うなんか知らない。味噌汁と間違えて、しょんべん飲んじゃったいや、そんなことしないんだよ。そう。うちの子は、なんで味噌汁、
ションベンをまず、なんでションベンが器に入ってんだよ、まず。お父さん、見て、ほうれん草だと思ったら、小松菜だったよいう笑いでしょ。バカ野郎、お前。だから、残したんだな、今日。小松菜も食わなきゃダメだぞ、なんつっていう。そういう笑いでしょ。いや、まあ、そうに近いかもしれない。トークで笑わないでしょ。まあ、トークは難しいですよね。お父さん、実はね、みたいな。ああ、いや、それは難しいね。まあ、もう、一切笑えないですね。面白くないです。そうでしょ、うん、フリートーク超つまんないよね、小学生。フリートークはつまんないです。俺もやっぱりめっ子たちのフリートークつまんなかったわ一切笑えなかったわ。いや、それはそうですよ。それはしょうがないもん。マジでフリートーク笑えなかった俺も。いやそれはハプニングだけで笑ったの。いや、まあそうですよ。頭打ったとか。ああ、そうそうそう頭打ったっていうだけ俺笑ったの。いや、でもまあそんなん言ったもんだから、うん、あのすごいゲームの話し始めて、はいはいはい、これがなんとかあれね、うん、あれね、妹があれね、うん、それ全然面白くないよ言うなよ。あとカメラさ、デジカメみたいなの持ってて、はいはいはい、デジカメ撮ってちょっと動いたりするのよ、はい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 、見てこれちょっと動く、これ見て、うん、おじさんがこうほら動くでしょ。 あそれ全然面白くない。もうあの写真撮るのやめ てもうあのフラッシュもチカってなるし、やめて全然面白くないよ言うなよ、そんなこと。弟も言ってた、家でも言われるな家でも面白くないよって言われるよな。言うなよ、弟もフリートークが面白くないから。いや、そうしょうがない。やっぱハプニングじゃないとね、やっぱり。まあ、確かに写真とかも、うん、これ面白いよって見せるやつは、そんなに面白くない。顔のアップとかね。そうそう。変な顔してるやつで、そんな。全然面白いでしょ。俺が撮ったやつの方が面白いもんだ。そうでしょ、うん、お前も面白くないけどね。いや、そんなことないその親にしてだけどな。辛いね、だから。いや、しんどいですよ。そういう意味ではね。そうでしょ、面白はしんどいですよ。やっぱりな。うん、俺そうだなと思ったのよ。こいつら面白くないなと思ってでも言っとかないとダメだと思ってね。面白くないよとは言ってやったんだから。図に乗らないように、うわそうなの面白いねなんて無理して笑ったら調子に乗るじゃん。まあ、調子に乗ってなんぼっすか、ね、だからさっき面白くないよお話がって言ってやなおじさんだ印象だよ多分。やなおじさんだ。またあのおじさんに会うの。またひろゆきおじさんに会うのって言われるよ、きっと。言われる向こうは。そうか、じゃあちょっと落語の一つでも覚えていかなきゃなって思ってくれるといいんだけどね。おじさん一つ笑わせなきゃねって。そんな世代、小学生ぐらいで落語面白いと思ってないよ。何言っても笑ってくれ、面白くないねって言われるからね。やっぱりちょっとやっぱ古典だねっつって。古典だったら関心ぐらいはしてくれるかもしれないね、おじさんって言ってさ。やってくれるといいけどね、ちょっと。泣かせる話でもさ、なかなか芝浜は ね、いませんよ。ちょっと長いけど芝浜付き合ってくれるかな1時間ぐらいって覚えてくれるといいけどね。あの兄弟でほら、うん、上と下でさ、じゃあ私が前半やるから、はいはいはい、後半じゃ頼むね、うん、フリートークはきつかった安田さんちの子供も、まあ、でもその子たちだけじゃないなと思った。だから安田さんちの子供も、うんうん、フリートークつまんないだろうなと思っていやだから笑ったことないでしょ。だってあの子供の滑らない話なんて一個もないでしょ。だって子供がする、子供がする、うん、そうね、うん、ないでしょ。そんなにはないかも。あのだエピソードを話されても、うん、なんとなくああそうなんだって聞いてあげるっていう。それ言わないの、面白くないねっつって。ああ面白くないには言わないね。甘いね。昔だったらぶん殴ってるでしょ。でも昔の子供だったらいつまで喋ってんのお前はそんな親いる。俺らの時代だったらそんな親じゃなかったよいつまでうるせえね寝ろいやそうじゃなかったけど。そう、はい、タンブレクサンチャイスデイナイトドリーマーライブオンエアメールいろいろ来てるんですけど、まあ、ラジオネーム黒羊 FM 群馬、
パイレットさんこと手島優さんの結婚が正式に発表されました。この話題なら取り上げてもセーフでしょうっていう。手島さんの場合はね、あのファンがいませんので取り上げても意味がないですよね。これはもう、これはもうのれんに腕押しでファンゼロの人のお話してもそれ誰も興味ないですから、ちょっとこちら厳しいですね。あとはラジオネーム杉並のクレイジーボーイ FM 岩手、有吉さん、高橋マーサ自宅で転倒し足腫れ上がるの重大ニュースもスルーした方がいいですか。こちらもですね、同じ理由なんですよね。高橋マーサさんもファンがいないんですね。いや、そんなことない、高橋マーサさんもファンがいませんので、ちょっとあのファンがいない方が自宅で転倒し足が腫れ上がったところで、はい、まあ、誰も興味がないですね。それはしょうがないですけど。ああ、お父さんはね、心配してますか。まあ、僕よく言うんですけど、まあ、島田紳助さんがね、昔、ファンがいない、人気がないのに、まあ、テレビ出てる人が、まあ、本物だなんてね、うんうん、ああいう話してらっしゃいましたけど、はい、そういう意味では、高嶋さんも本物なのかもしれませんね。フォローした、フォローした。ラジオネームあらかじめ語られるローマ人、はい、安田さん、はい、安田さんはいつ事務所から退所されますか。いや、私は全然退所するつもりはございませんよ、全然。まあね、はい、いてもいなくても、まあ、幽霊社員ね、幽霊タレント、そんなことない、そんな言われ方初めてしますされましたけど、いや幽霊社員、まあでも引き止めないでしょうね。はい、引き止められることはないでしょうね、多分。ああ、社長のところ行って、すいません。はい。この度、ちょっと退所させてもらいます。退所って事務所辞めさせてください。ああ、そうですか。はい、頑張ってください、と言われたらね、多分。まあ、そうですかね。マジで。あ、でも、どう？なんか、その昔の芸能界みたいにさ、うん、だからといって、じゃあ、あ、わかりました、じゃあ、干します、みたいなことないだろうね。うん、まあ、ないんじゃないですか。安田さんね。あ、僕がですか？安田さんに関して。まあまあ、ないんじゃないですか、それは。悲しい。悲しい。ただ悲しくなった。対処するのが対処するのが、いや、影響がないとか。なんか、ただ傷つけられた。いや、でも事務所側はそうだけど、タレント側は違うかもしれないよ。芸、後輩とか、周りの芸人とかは。え、やめんのって。発表してください。みんな集めて。あ、ちょっと申し訳、まあ、こんな集まってもらって申し訳ないんだけど、何なんですか、私事で申し訳ないんですけど、辞めるんじゃないか。辞めるんだろうな。あ、多分そうだと思うよ。社長が言ってた、辞めるって。じゃあ、先に言わないでくれる先に。まあ、そういうことです。だから退所することになったので。あ、やっぱりそうだ、やっぱりそうだ。いや、じゃあ誰も喜ぶ、誰もびっくりしねえよ。やっぱりそうだってなんだよ。全然動画ついてもいい。漏れてたんだもん。え？情報が漏れてたから。漏れてたとしたらお前が言いふらしてんだろ。多分。もしそうだとしたら。いや、ちょっと話があるんですけどって言うと、はい、大体結婚かそういう話だから。まあまあ、そうでしょうけど、ね。うん、だからもう、いや、集めない方がいいよ。ちょっと話が。ちょっと話があるんですけど、あるんだけどって言ってるタイミングでもう言った方がいいと思う。まあそうです、ね。みんなに。まあまあ、うん、はい。わざわざ集めないで、人。いやいや、大事な時間。集めてないです。まず集めてないですから。どの辺まで、引き止められるかね。何ですか？事務所ね。はいはいはい。事務所ちょっと、やめようと思うんですよ。独立しようかなと思う、はいはいはい。今、YouTube とかもあるし、はいはいはい、なんかいろいろあるし、はい、なんか自由にやりたいんで。まあ、事務所行ってもあんまり意味ないんで、やめますっていう時に、誰ぐらいまで止められるかね。まあ、辻田さんとか俺とか、まあ、あれ辺は、まあ、ベテランはあれだけど、歩くは止めるだろうね。止めるんじゃないですか？そうだろうね。まあ、マシンガンズでどうか、マシンガンズもどうかね。マシンガンズどうなんですかね。安田さん止めないね。それははっきりしてね。ちょっと曲行こう。一回曲行かして。はい。曲行けるような感じじゃない。緑黄色社会で道を行け。お願いします。Sunday Night Dreamer.
さあ、有吉弘行サンデーナイトドリームは東京半蔵門から生放送でお送りをしております。はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこちらのニュースから。新語・流行語大賞候補30語が発表。来ましたね。またあれですかね、あの審査員はヒゲのヒゲ増毛のヒゲ増毛ヤクミツルさんって言いづらいんですか。ああ、そっか、名前、ヤクミツルさん。ヒゲ増毛で覚えちゃう。ヤクミツルさん。ヒゲ増毛じゃないですね。推定ですけど、ヤクミツルさん。ヤクミツルさん。あ、ヤクミツル。もう入っているという。ヤクミツルの、あれパターンで覚えてるからさ。ヒゲ増毛で覚えちゃう。すいません。違いますけども。ヒゲ増毛さんね。はい。漫画家のヒゲ増毛。わかりませんけれども、今年の新語・流行語大賞のノミネート30語が発表されました。すごいぞ。スベンソン。スベンソン増毛の。あ、じゃあ違いますよね。違いますか、わかりませんけど、確認できてませんけども、新型コロナウイルス関連語のほか、議論を呼んだ安倍晋三元首相の国葬儀、宗教2世や、村神様キツネダンスなど国内外の野球関連語が多数入りました。ああ、うん、選考委員会は今年1年は暗い世相だったと指摘しています。ヒゲ増毛が言ってるんです。いや、だけじゃないと思いますね。いっぱいいますから、何人かいらっしゃいますね。はい、30号。はい、今年はどうですか。あんまりいつもよりはなんか我々にも馴染みが深いものが多いかなっていう感じしますね。いつももうハテナっていう感じがね。ハテナっていう感じの表現も古いですけどね。ちょっと今の発言ハテナですねなんて、ね、嫌われるでしょうけどね。まあ、野球ね、野球はまだトレンドで言うとオーディオブック。はい。オーディオブックってあれだね。この前も本買おうかなって思って。はい、ネットでね、はい、あるじゃん、はい、Kindle とかで読むやつ、はい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 、オーディオブックもありますって書いてあって、うん、読むんだねあれね。読んでくれるみたいです ね、うん、海辺のカフカ、うん、私は海辺のカフカである。カフカ元気か。元気だよカフカ。そんな感じなの。そんな感じだよ。ずっと耳つけてあれ、あれどういうの。まあいいか、まあまあ、うん、読んだ気には、まあよ、まあ内容は確か入るよね。まあそうですね、うん、僕なんかもこれじゃないですけど、読み聞かせはこういうのでやってますね。読み聞かせ、読み聞かせ、あの童話の読み聞かせとかはこういうのじゃないですけど、 YouTube とかで読み聞かせとかがあるから、それを聞かしたりとかしてます。寝る前とかに。寝る前に、はいはいはい。あなたはだんだん眠くなる。そんな動画ないんですけど、ね、はいはい。あれ子供が聞く動画って変わってないんですか、はい、もう大体。いや、基本的には多分変わってないと思いますけど。そう、はい、そんなに古典落語みたいなもんだじゃん、もう。うん、多分、そうですね。何ですか、なんか有名なの。いやいや、もうだから本当に。腹ペコ青虫ですか。ああ、腹ペコ青虫もそうですね。うん。うん。あと、何ですか。いやいや、普通に。桃太郎とか。もう、三匹の子豚とか。子豚。はいはいはい。三匹の子豚とか、聞かせると、はい、どういう感想を持つんですか、小学生って。しょうもないでしょ、どうですか。うわぁ。やっぱりレンガだねとかでしょ。でも藁も工夫次第だよね、場所次第だよねとか言わないでしょ。いや、それは言わないです。それは言わないですね。丈夫な方がいいねっていう言うだけの感想でしょ。まあそうだと。しょうもないね。しょうもないね子供。相当嫌いになった。なんかね、昨日話がね、話がね、うん、存在自体はそんなに嫌じゃないんだけど、はいはい、話がつまんないなって。あとだから、いやこれ知らんけどっていう言葉ね、うん、よく言うよね、うん、若い人ね。なんかね、いや、なんとかじゃないですか、知らんけど、はい、しょうもなって返しますよね。知らんけどってしょうもな。メタバースよく聞きましたね、でもね、はい、結構ね、はい、ルッキズムとかね、安田の顔はなんか岩みたいな顔してんなとか言っちゃダメだってことですよね。だから言わない方がいいんじゃないですか。
ほうれん草、ほうれん草ばっかり食いやがって。で、これはいいんですよね、ルッキズムとは違います、ね。まあでも食ってないですから、あの言わない方がいいと思いますけど。ちょっとばっかりは食ってないですから。一旦ブレイクします。はい、すいません。スネイナイト、ドリーマー、ライブ、オンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. 引き続きニュースいきますかね。さあ、続いてはこちらのニュースです。小中学生が一番好きなゲームは動物の森。だろうね。どうせ。小中学生を中心とした子供たちのゲームに関するアンケート調査の結果が発表されました。好きなゲームは1位動物の森、2位マインクラフト、3位スプラトゥーン3、うん、1日のゲーム時間は 1,2 時間が最も多く、次いで30分から1時間、30分以内と続き、3、4時間や4時間以上と答えた人は2割未満でしたということ。忙しいからね、小学生もね、中学生もね。でもこれ、今思ったけどさ、うん、小学生、じゃない、はい、まあ、今話が一番つまんないピーク、小学生って。だからといって中学生になったら急に話が面白いかさ、そんなこともないだろうね、でもね。まあまあ、そうじゃないですか。なかなかね。あれでも、結構あの、芦田愛菜ちゃんがやってる博士ちゃんっていう番組とか見てたら、うんうん、結構昭和歌謡が大好きな小学生とか、うんうん、何かが犬、動物に詳しい小学生とか、うん、ああいう子たち、の話はすごい面白いのよ。やっぱり特殊だね、うん、だからああいうことね、相当なんか特化してるよね。うん、あ、普通はつまんないよね、だからやっぱり。まあ、あとなんかで特化してて大人が食いつけば、うん、まあ、それは面白いのかもしれない。特化してないでしょ、だって安田さんの子供、だって、ほうれん草にめっちゃ詳しいぐらいでしょ。いや、全然詳しくないですけど、全然詳しくないんですけど。やっぱり茹でると傘が減るから良くないよね。だけど、密度上がるからね。じゃあめちゃくちゃ面白い。歯応えを選ぶか、やっぱり。じゃあめちゃくちゃ面白いじゃないか。それだったら。そんなに研究してんだったら、小3でそのくらい研究してたら、めちゃくちゃ面白いよ。小学生はダメだけど、うん、中学生もつまんないでしょ、だって。中学生なんてまず話してくれないよね。そうだと思う。フリートークをね、大人に。まあ、そうでしょうね。ね。やっぱ中学生同士。だもんね。ああ、だと思いますよ。大人にしっかりした話してくれないでしょ、だって。今流行ってること何なんて聞かれちゃうと、もう、うわ、サブ。うん、とか、そうそう、そんな感じ。そうでしょ。親戚の子、そう。そうでしょ。そう、中1。そうするとコミュニケーション取れないもんね。そう。いつじゃあ、面白い時期来るんだろう。やっぱ二十歳超えてからかな。社会人になってから。なんですかね。そしたらもう俺もう70ぐらいだからね。もうそんなのもう、面白いかどうかの判断もちょっと鈍いでしょ。もう、若い人が喋ってたら何でも笑っちゃうっていう。聞こえてないし、口動いてることでもう笑っちゃうっていう。口よく動くね。笑って。私口よく動くね。それでもう、こっち笑っちゃうからね。ねえ、ちょっと難しいよね、やっぱりね。なかなか寄り添うのはね、難しい。3歳までだね。ぐらいですかね。3歳まで、しっかり、って感じだね。そう、3歳までの思い出を胸に20歳まで会わないっていうのが一番か。まあまあまあ。3歳でもう、おじさんとはもうお別れの日が来たから。で、20歳に、はい、実はね、はい、私あなたのおじさんなの。いや、気持ち悪い。突然、気持ち悪いって。気持ち悪いよ。震えるよ、それ、二十歳でも。でも、二十歳だと話がね。じゃあちょっとここ会ってなかった17年間のお話してちょうだい。いや、怖い怖い。おじさんにこの空白の17年間のお話してちょうだい。怖いよ。何から話していいか分かんないもん。っていうのがもう面白い。じゃ、何から話していいのやらっていうので。そうそう。そうそう、それそれ。怖い、よだれ垂らして怖いおじさんって言われて。続いてのニュースって言われる。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょう。こちらでございます。木
際狐の嫁入り3年ぶりに開催。あ、そう。狐に扮した人々の婚礼行列が練り歩く奇祭、狐の嫁入りが山口県下松市で行われました。新型コロナの影響で3年ぶりの開催、うん、江戸中期法勝寺の住職が夢枕に立った白狐の夫婦の亡骸を手厚く葬ったとの伝説にちなんでいるそうです。人力車にいられる新郎新婦が誰かは秘密とされています。秘密とは言いつつね、もうバレバレなんでしょうけどね、地元じゃ、ね、そうでしょうけど。狐の嫁入りっていうのは今たま言うのかね、あの天気がいいのに雨が降るときね、天気がいいのに雨が降ると狐の嫁入りですねなんて言ってね、小学生にはって言われてしまいますけどね知らんけど言われてしまいますけどねぶん殴ってやろうかなと思いますけど、まあ今ねそういう時代じゃない、ね、時代じゃない時代、昔はやりませんけどね、そんなぶん殴ったりはそんなこと知らないぐらいでは。山口県で行われてるね、はい、キツネ、みんなキツネのお面かぶって、うん、はい、やってますね、うん、こういう奇祭とか面白いお祭りとかもね、うん、なんかそういうの良くないよとかでね、うん、文句言う人いますけど、うん、そういうの特別にしてほしいですね、うん、なんか、うん、ね、男のチンポにね、似たチンポに似たものを運んでみんなでワッショイワッショイという祭りさ、うん、下品ねとかさ、うん、子供が見たらどうするんですかとか言わないでほしいよね、うん、そういうことはね、うん、そうね、もうチンポの祭りはもう許してほしいまあそれだけじゃなくてもね、他のもね、いろいろね、本当に、うん、いい、面白いですもんね、そっちの方が。まあ、ニュースは以上でございますけどね、はい、メール来ておりますね。カニの話ね、今日はね。ラジオネームホタルイカハンター。カニの話だっつってんのによ、ホタルイカハンターFM 富山、はい、ホタルイカの出る春先、富山湾では高級な上海ガニの親戚のモズクガニが取れます。ホタルイカが取れない時は代わりにそのモズクガニを味噌汁にして食べてます。タモで、長い網ね、タモで簡単に取れますが、 2,3 匹取ると仲間を踏み台にしてバケツから脱走するので、蓋に重しは必須ですうーん、もずくがにね、うまいのかね。うまいだろうね。味噌汁入れると出るらしいですよね。カニとかエビの出汁取るやついるな。本当におじさんって大体そう。あんたもそうだけど。出汁取るやつ。え、何？カニとかエビの甲殻類の出汁好きすぎだろお前ら。ジジイは。ジジイ、僕若い子。魚の頭とか、魚のケツとかさ、エビの頭、カニの身を取った後のカス入れて味噌汁飲むの好きだなお前ら。いやいや、食べた後のはやらないですけどね。そんなところで小学生出すなよ。だし、ほんとうるせえなお前らは、ほんとによ。いや、でも実際のほら食べるとこがあんまりもずくがにないから、そのだしをっていう話でしょ。ぐっちゃぐちゃにして、いや、これが美味しいんだ。そう、食べかすのやつを出汁には取らないよ。食べかせないけど、そのかすみたいなのも入れるの好きだな、つってんの、お前らは。そうかな。魚の頭と、エビの頭と。いや、そんなにはやらないですよ。カニのかすみたいなやつと。いや、かすじゃないけどね。もう、たっぷり味噌入れて。うん、好きだなお前ら。お前らって言われて。寒い時食うの好きだなお前ら。僕は漁師さんじゃないですから。そんなしませんけど。出汁取った味噌汁食うの好きだなお前らな。みんな好きでしょ大体。うまいじゃないめちゃくちゃ。ラジオネームシグ。はい。岐阜栃木。沖縄などに生息するヤシガニ。ヤシガニは、口に入るものは何でも食べる習性があるそうです。ほぼ安田です。そんなことはないですけど。食べないね。食べませんよ、そんな口に入るもの。何でもそれ。何でもじゃない。何でもだよ。ほうれん草だけだよね。だけではないですよ。なんだったらほうれん草も最近食べてないですか、ずっと。またまた。いやいや、食べ、そうか、物価がね、上がっちゃってるもんね、今ね。いやいや、まあ、もちろんそれもありますよ。大変だね。ほうれん草もそんなに最近は。そうだね。
これから安くなってくるでしょ。これはちょっとなんとかしないとね、岸田さんもね、本当に安田さんちにほうれん草がいかなくなっちゃったよ。いやいや、別にほうれん草なくてもね、いろんなものもカス入れた味噌汁しか飲んでないよ、安田さんちが。そんなことないですけど、お願いしますよ、本当に。なあ、木塚に。誰が、すいません、すいません。誰が木塚にだよ。コーナー、町の賢者。はい。あなたがですね、町の賢者となっているのをし、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。今日なんか、高井さんがさ、はい、あの小学科の豆野さんに怒ってたからさ、うん、なんかメールサーバーも調子悪かったんだって高井さんがなんかパソコン叩いちゃったから叩いちゃったからメールサーバーが不具合、豆野さんのせいで。あら、小学館の豆野さん、小学館か講談社か小学館だよね。小学館の豆野さんが単行本を日本放送に送っちゃったせいでさ、はい、高井さんちょっとパソコン叩いちゃってさ、メールサーバーが不具合でちょっと一部メールチェックできなくて、はい、面白いメールが漏れてる可能性があるけど申し訳ございませんと高井さんが言ってます。そうですね、ラジオの三平、はい、元ごまっとうの党担当藤本美貴さんが自身の YouTube チャンネルでフォロワーから寄せられた4年付き合ってる彼氏の話がつまらなすぎる彼氏で笑うことが全然ないという相談をバッサリ切って大絶賛されていました。待って、今日のテーマと一緒でしたね。なんで楽しくさせてもらう前提なんだってことですよ。男だけが頑張るっていうのも違うと思うの、私は。男の人も楽しい方がもちろんいいんだけど、相手がつまらないんだったら楽しくさせる努力をしたのかっていうことですよね。それを世の中の女子に声を大にして言いたい。なるほど、おめえの言いたいことわかる。でも相談者の彼氏が断るごとにクソつまんねえうんちくを垂れてくる T 田哲也さんみたいな脂っこい男だったらどうだ。エイプリルフールに誰も笑わないクソツイートをぶちかますエフンキー加藤さん絶好調の一点張りで笑いを取りに来る N 畑清さん、やめろよもう。おぞましいクオリティの親父ギャグで空気を凍らせる慶田正樹さん、あたりも相当きついよ。このあたりが彼氏だったら努力もクソもねえだろ。ていうか4年も付き合ってる大事な彼氏のことミキティに相談しちゃう女が言う面白いつまらないの基準って一体何かね。あとは俺も反省だね。小学生の話がつまらない。そうです、そうです。ミキティに怒られるね。はい、怒られます。じゃあなんであんたが楽しませないの？そうです、そうです、そうです。うるせえ！いかんぞ！Stay Night Dreamer Live on air。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、あっという間に1時間経過しようとしておりますけどね。まあ、めいっ子たちがこのラジオ聞いてね、はい、おじさんのラジオつまんないよねって言われてる可能性だってあるわけですね。そうかもしれないですね。まあ、そういう意味では、まあ、世代間闘争ですから、お互い様ですよね、はいはい。お互いがお互いの世代を認め合わないという、はしょうがないことですからね。ラジオの黒羊 FM 群馬、甥っ子や姪っ子たちが有吉さんの古典落語四ツ谷に文化放送があった頃を覚えて披露したらお小遣いあげますか。まあ四ツ谷に文化放送があった頃に女子高生がね車の陰にパッと隠れていなくなったんで心配してさっと走って見に行ったらノーションしてたっていうね。でパッ俺が見たらパッとスカート上げて走っていったっていう、そこには湯気が立ったおしっことティッシュペーパーがそれであって、俺はそのね湯気とその湯気と俺のタバコの煙を混ぜてなんか不思議な感情だなとね
思ったっていう。あ、いけねえ。夢になっちまうわ。っていう、ね。あまあ、落語がありますけども。まあ、それは、その話を覚えてただしたってね。はい。まあ、その、感情とかね、心の動きとか。私がどういう気持ちだったかとかね。その辺はちゃんと表現できてたの。うるせえ師匠。うるせえ師匠。ラジオの西の水海 FM 熊本。ヤクミツルの名前が、ヒゲ増毛でも出てこないときは、野球、ウバカで思い出しています。野球バカじゃダメでしょ。箸盗み、箸盗みでした。そんなことない。アイドルの使った割り箸を楽屋から盗むことで同じ。出てこねえよ、そんなに。一部の地域の方、お別れ。はい。また。さあ、2022年11月6日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしています、サンデーナイトドリーマーでございますけどね。先週ね、はい、インドネシアで7メートルのニシキヘビに54歳の女性が丸飲みされて食べられちゃったっていう話をして、そんなのどうして戦ったのかな、気絶してるとこやられちゃったんじゃないとか、はい、いやでも巻きつかれたらもう本当に人間の力じゃ話せないみたいな話いろいろしてたんだけど、はいはい、そういうニュースって結構意外と多いらしくて、スウェーデンの水族館で先月、体長が2メートルを超える猛毒キングコブラが飼育用の部屋からいなくなって、キングコブラは約1週間経って、自ら元の部屋に帰宅していたと。だから1週間どっか隠れてたのか遊んでたのか、はいはい、とか、はい、長野県の駒ヶ根市の県道で体長およそ3メートルのまた網目ニシキヘビが発見、飼い主も見つかった。栃木県小山署、小山署か、はい、小山署は今月2日午後1時ごろ、小山市でヘビが2匹、ね、逃げたと発表。いずれもボールニシキヘビで、全長50センチから100センチと見られる。ヘビのニュース多いんですね。意外と、なんか、いや、なんかね、誤解がないようにあれだけど、はい、まあそういう危険だってことは重々承知だし、はい、気をつけてほしいんだけど、昔からね、俺まあ沖縄じゃないんで、沖縄はハブですよね。そうですね、はい。まあこっちの本州だと、まあ、マムシですね。マムシがまあ毒蛇としてまあ一番有名なんですよ。はいはいはい。はいはいはい。で僕ら子供の頃は、マムシだ、まあ、ハブもそうだけど、マムシだハブに噛まれた日にはね、もうすぐ血清、すぐ血清打たないと、もう1時間もしたらね、死んじゃうっていう風に言われてたの、はい、っていうか俺らがもう思い込んでたっていうか、はいはいはい、なんか見たらね、ハブもマムシもね、まあ、血清打たなきゃいけないんだけど、まあ、打たなくてもね、まあ、即死って感じじゃないね。ちょっと手、まあ、なくなっちゃったりとか、手腐っちゃったりとか、まあ、危険は危険なんだけど、そんな即死みたいな感じじゃないって聞いて、俺ちょっと今余裕を持ってるよね。ヘビと。余裕を持ってるって何？いや、その戦う覚悟さえあれば、まあ、すぐ殺された日にはさ、はいはいはい、まずいんだけど、はい、
まあ、ちょっと戦って、まあ、噛まれて人たち浴びたとしても、はい、まあ、噛ませて、はあ、噛ませたまんま腕ぐわーっと押さえつけて、はい、頭ポンと落としちゃえば、ね、ほんですぐ、まあ、ちょっと、全速力で走っていく必要もないなという病院に。別に勝利者インタビュー受けて、はい、いや、結構、やばかったですね。あの、噛まれてるんで、これはもう毒が入ってますんで。誰が勝利者インタビューです。今からすぐ、病院の方行って、はい、手当てをしたいと思いますけど。はい、まあ、本当に、マムシも、結構、やるなという、印象を持ちました。っていうぐらいの、インタビューを受けるぐらいの、はい、余裕あるなと思ったら。インタビューは誰がしてるんですか、まず。まず。どなたがインタビューをされてるんですか、それは松岡修造君。松岡修造を連れて歩いてるんですか、キャスター気取りの人たち。松岡修造さんが、もう連れて歩いてるんですか、まあそうです。ああ、そうですか。あとなんかその、首かまして、首をトンとおっしゃってましたけど、はい、その首のトンっていうのは何を持って、ナタです。ナタを持ち歩いて、ナタ持ってます。あ、ナタを持ち歩いて、ナタは持ってます。あ、そうですか、はい。向こうが毒の牙を持ってるわけですから、こっちもナタぐらいは持たないと。もしくはこっちも あの歯に毒を塗らしてもらいます。いや、まあ、塗ってもいいですけど、まあビリビリはするんじゃないですか、そのうち自分が。自分には優しいやつでしょ。自分には優しくて、相手に厳しい毒を塗らしてもらいます。ヘビに厳しい毒。厳しい。ああ、そういうのです。そうですか、そうですか。ね、だからね、はい、そういうニュースが多いなと、ね。ああ、そうですね、はい。安田さんなんかヘビが出たら、怖いよりもうまいが、うまそうが先に立ちますね。どっちですか。そんなことないですよ。まあ、怖い、怖いとは。怖いが先に立ちます。はいはいはい。まあ、なるべく距離を取ろうということですよね。まあ、そうだね。だって我々も、牛が街で大暴れしてるっていうニュースで、うん、見たら、はい、うまそうよりも怖だもんね。いや、まあ、そりゃそうだね。失礼。これはちょっと失礼なこと言っちゃったね。いや、それとは違いますよ。それ普段なんか食べてるみたいな。それだと。ほうれん草が、またほうれん草。ほうれん草がさ、はい、もう、街をね、はい、ほうれん草が包んでると、もう繁殖力すごすぎていったらあるじゃん。はいはいはい。それそういうニュース見たときはどう、怖って思うの、それともうまそうと思うの。いやいや、そ怖いでしょ。それでも怖い。それでもほうれん草怖い。まあ、ほうれん草怖いってやつ。実はほうれん草が好きだったってやつ。落語はやらないですけど。まんじゅう怖い。ほうれん草怖いっていう落語はやらないですけど。はい。そうなんだ、はい。失礼したね。はい。ほうれん草。ちょっと一旦。ブレイクしてください。Stay Night Dreamer.Live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.je/dreamer.Stay Night Dreamer.ラジオネームヨッコラションケイ、はい、FM サインヨッコラションケイだって、ションケイを思い出すのちょっとやめてほしいですね。以前、はい、有吉さんがめいっ子さんと会った時になんだかもじもじしながら全裸監督のモノマネをしてきたというふうにおっしゃっていましたが、小学生のモノマネは面白いですか。あ、おじさんナイスですねっていう風なモノマネしてって、その時はまあちょっとこうなんていうかな、まだなんていうかな、やらされてるっていうか、うん、ねえ、うん、おしゃれあれ見せたらみたいな、うん、とかは面白い。出し物みたいなもんやるんだったら面白いんだよね。例えば今から、うん、手品やりますとか、うん、それは結構ハプニング要素も強いじゃない、うん、失敗しちゃったりとか、はい、モノマネもそうよね、はいはい、うわ似てないとかいう、はいはいはい、こっちもこう笑えるっていうか、はい、だからこ小学生のモノマネ面白いですかって言われても、まあさ発表の仕方によりますよね。
厳しい審査員だな。そらしんのすけ言われても、あ、面白くないですよ。何なんですか、うるさいの耳障りですよさっきからってなりますけどね。でも一つ舞台を、まあ、ご飯食べてるところに一つ舞台を用意してね、はい、今からクレヨンしんちゃんのモノマネしますっていう多少の緊張感の中で、はい、ってなると、おいおい緊張するなよっていう笑いも生まれますし、はいはいはい、じゃあやりますって、あ、ちょっと忘れちゃったって、おい忘れるなよなんていう笑いもありますから、はい、それはいいと思いますよ、はいはい、うん、あんたがフリートークつまんねだけですね。あとはラジオネーム稲葉の白うなぎ、カニ鍋を食った後に翌朝残ったものをカニ汁にして食べると野菜にもカニの味が染みてめちゃくちゃうまいです。あ、来たじゃん。来たじゃん。安田チルドレン。チルドレンじゃないよ。それだ、それだし美味しいものだ。美味しいだろ。なんだから言ってんじゃん。お前ら好きだなって。そんな言い方で。お前ら好きだよなって言ってんじゃん。お前らじゃないよ。カニの残ったものをカニ汁に、残ったものを汁にすんのお前ら好きだよな。あ、だって。特に冬飲みたがるよな、お前ら。だって、鍋の定番っちゃ定番じゃないですか。あんまり暑いとこで飲まないな、お前らな。暑い時はそうですけど。寒いとこで飲むよな、お前らな。漁師さんですけどね、それは、ね。それは漁師さんですけどね。寒いとこで飲んでんのはね。漁師さん船の上とかでしょ、それしょうがないよ、まあ、それとか、はい。うん、そら。お前らだよ。なんだお前ら、どういうことなんだよ、お前ら。お前らが、うん、お前ら結構残り物で汁取るの好きだよな、あ、お前らってあれか、あの、言っちゃいけないあれか。違うよ。違う、お前、安田とかな。安田さん。稲葉の白うなぎとかな。は残ったもの寒いとこで飲む好きだなっつって。いや、そんなことないですよ、そんな。大丈夫ね、金。大丈夫ね、金の満タ FM 岩手。ありがとうございます。松崎さんが、ドコモスポーツくじのウェブ CM に出演していることは触れませんか？そうなんだ、だけだね。なんか、ツイッターとかでもなんか、あれ、あのニュース絶対、いじるの確定だなとかさ、 あんなことどうせ言うんだろうなとかさ、あ、まあ、そんな予想どうでもいいよしっかり生きろよお前がそんなことしてないで、してないで明日の自分のことを占ってみろお前、そうですよね明日の自分はどうかなって考えてみろしょうもないバカかお前そこまで言うなよなんでそこまで言っちゃうのかな、言っちゃうんですね、なんかね、まあ言っちゃうね、はい、そんな予想してもね、うん、当たったところでなんか配当がもらえるわけじゃないですからね、うん、何もね、そうだよね、してもしょうがない、偉そうにすんだっつうの、そんなことでしょうもない、そうですね、しょうもない占いするなアホがバーカ多いんだよ、多いね、ぐらいね、多いね、二言ぐらいアホで止めときゃね、そう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 青で止めとけ、嫌われないよね、そうそうそう、嫌われてもいないと思うけどね、かって言っちゃうからね、はい、松崎のことなんて触れませんのでいじられるぞじゃない、松崎これはいじられるぞじゃないんだよ、いじんねえバカ気分がなえるわこんなこと言われたらバカ、もうやめよやめろ、もうやめよコーナーメキシカン、はい、私有吉がときめくスパイシーでクールなメキシカン風の恋模様を募集しております。これももう年内でお別れかなと思ってます。ああ、私のメキシカンブームも去りましたし、ああまあリスナーの皆さん方も、はい、スパイシーでクールなメキシカン風の恋模様っていうのが全く理解できない味噌汁人間ばっかりなんでちょっと、ね、こいつらにタコスは早かったなと思ってますね。もうそろそろ終わろう。かしわ餅人間ばっかりで。私はタコス食べますけど、お前らかしわ餅食ってろっていう話でね。絵面は似てますけど。
絵面で年内で年内で終わらせようと思ったりはするね。はいはいはい、安田ねまた新しい ね企画か。ああそうですか。はい、わかりましたわかりました。はい、ラジオネームシドジェットキリュウ。公園のベンチでズボンに手を突っ込み、密かにしこっていた俺。するとスーツ姿の遠藤健一が近づき、眉間にシワを寄せながら、おい厨房どこ中だと聞いてきたので、俺は元気よく、あ、おな中ですと小ボケ炸裂。遠藤健一は俺の前にヤンキー座りしながら微笑み、外でやるクラブ活動気持ちよなぁ。シコシコなんてしたらもっと気持ちよくなるなと言った途端、遠藤健一の顔から笑顔が消え、俺を下から睨みつけながら、それ違法です、公然わいせつは6ヶ月以下の懲役もしくは30万以下の罰金が課せられますと怒号を飛ばして去っていったので、あまりの変貌ぶりに腰を抜かした俺は、出てくるはずだったザーメンの代わりにションベンを漏らし、うわ、射精した後に尿道に残ったザーメンを押し流すようにションベン取ってたのに先に出しちまったよとうなだれながら去っていく遠藤健一の背中を負けじと睨みつけたい。まあこういう現状ですよ。メキシカ要素が、もうメキシコ要素が、ええ、もう本当に柏餅人間たちにタコスが絵面はね似てますか、柏餅の水分でタコスの皮がベットベトになってます。巻くとね。ラジオネームちゃん皇帝 FM 栃木。有名店のオーナーの下でラーメン作りの修行を続け、今年ようやく自分の店をオープンした俺。味には自信があるが、思ったほど客は集まらず、自転車操業を続けて半年が経つ。そんなある日の営業中、アルバイトの子が興奮気味に声をかけてきた。間違いないですよ。あれ、リリコですよ。確かに、お忍びではあるが、リリコが、俺の店のカウンターでラーメンを食べている。背に腹は変えられない。俺は、あ、すいません。リリコさんですよね。いつもご活躍拝聴しております。大変失礼だとは思うんですが、SNS でご来店いただいたことを投稿していただけないでしょうか。と恥を承知で声をかけた。すると彼女は、俺の全身を一瞥し、いや、あたし、リカ子だから。それにあたし、この店のラーメンが食べたくて来たんじゃない。豚の餌かと思うくらいまずいって話題だから、確かめに来ただけ。この沈下そうな。で、豚の餌かなと思ったらカブトムシの餌以下の味だわ。ああ、逆に天才。と吐き捨て退店。5分後に、リカ子のインスタで俺の店をカブトムシの養殖場として紹介していた。俺はさすがにやめ時かな。と腹をくくったが、その投稿で火がつき、俺の店は、勘違いオーナーの気もまずい店として大バズり、一気に有名店となって行き、実際にリリコがロケで来店することになるのだが、それはまた別のお話。王様のレストラン風が。そうだね。完全に王様のレストラン。ラジオネームシドジェットキリュウ。妻の松下ゆきが、朝はパン、パンパパン、って歌いながら俺のケツをバシ、しばきしばき、叩き起こし、しばいて叩き起こし、二人揃って仲良く食パンを食べるというモーニングルーティーンが途切れることなくかれこれ20年続いている。そんないつも通りの朝を迎えるはずが今日は松下ゆきが起こしに来ない。異変に気がついた俺が階段を駆け下りるとリビングで、
白飯をむしゃむしゃ食べる松下ゆきがいたので、今日はどうして起こしてくれなかったのさと聞くと、松下ゆきは今日はパンじゃなくてご飯だからそれだけのことよとテンション低めであしらわれた。結婚して20年経つが朝がパンじゃないとこんなにも人が変わるのかと、松下ゆきの未知なる内面に初めて遭遇した俺は、自分の分と思しき白飯が入った茶碗の前に静かに着席。食卓におかずがないのを確認した俺は恐る恐る、ふりかけありますかと問いかけるも、ガン虫を決め込む松下ゆき。その様子を悟った俺は小声で、いただきますと手を合わせ、今日は俺の誕生日なんだけどなと思いながら茶碗に盛られた冷や飯食べた。何の話。以上です。ラジオネーム全自動パスタマシーン FM 石川。インドで8歳の少年が猛毒を持ったコブラに噛まれたものの、逆にコブラに二度噛みついて反撃すると、コブラは噛みつくのをやめて結局は絶命し、少年の方は生き延びたそうです。有吉さん、奴らは噛めば倒せます。まあそれはそうだろうね。ヘビが強いって言ってるやつのなんか気が知れないって言ったの先週も。あ、まあ言ってましたよね、うん、はい、聞かせてもらいましたけど、8歳の子供に殺されてんのよ。毒もない。まあまあまあそうですけど、毒、歯に毒も塗ってない小学生。歯に毒塗った48歳の恐ろしさ、震えて待ってんじゃない。やばい、コブラ。歯に毒塗った48歳は震えますよね。怖いですもん ね。もう見えてるもんね。もうバーッと倒してコブラのあの喉のところ広がったやつで、はいはい、俺もう俺汗を仰いでる。汗仰いでる。出汁取って飲ましてやろうかな、安田さんに。好きだもんね。いや好きじゃないですよ。ヘビーの出汁は好きじゃないですよ。ラジオネーム、ラジオネームノルウェーパック FM 福井。僕が中学生の時、越前ガニの食べ方を学ぶ授業がありました。一人一杯越前ガニが用意されて、綺麗な食べ方を教えてもらってみんなで食べるというものでした。この取り組みは福井県全体でやっている取り組みらしく、甲殻アレルギーなどを持っている生徒には代わりにサバ缶などが与えられたそうです。今振り返るととても贅沢な授業だったなと思います。これ本気でとっておきの情報だと思ってメール送ってんだったら間違いない。もうカニのさ話題って言ったらさ、はい、この話がいい一番でしょ。もう、有名な、もう、ニュースやワイドショー。そうすか？散々やってさ、越前ガニが一人一杯配られてさ、みんないただきます。これどうだった？美味しかった？っていうニュースさ、もう、一番有名なニュースよ。給食関連の話、カニ関連の話で、一番有名な話。もう、出尽くしてて、もうゲロ吐きそうなぐらい。いや僕は知らなかったですよ。でもこれを本当にとっておきの話と してこれメールしてきてくれてんだとしたら、はい、もう小学生。もう小学生のフリートーク。小学生のフリートークこれするときは一番最初に、はいはい、もうご存知だとは思いますがとか、もう散々出尽くした話なんですけれども、で最後にちょっと自分のコメントで笑わせてほしかった。ああ、なるほど。私はすごく嫌でした。あ、やっぱそうなんだ。あ、ちょっと、うん、越前ガニの食べ方を学ぶ授業があります。もう一回読み直すね。もう知ってるけど、知ってるけどなと思いながら読みましたよ。本当によ。今度からはそういう風にね、書いていただければって思いますけど。すいませんね。まあ
うるさくするのも仕事のうちなんでね。本当に。こういうことでいちいち怒らないでほしい。はい、わかりました。ウルでそばにいるよ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とデンジラスの安田がお送りしております。はい、メール来ておりますけどもね。ラジオネーム全自動パスタマシーン FM 石川。僕は2年前にカニ専門店に行って豪華なカニ丼を食べたんですが、帰宅してから腕や足が赤く腫れ、痒みが引くまで3時間ぐらいかかりました。やはり貧乏人は背伸びしちゃダメだなぁと思い知らされました。まあ、これ貧乏人どうこうって話じゃないよね。単純にカニのアレルギーが出たんでしょ。豪華なカニ丼っていうところがもうその貧乏くさいよね。なんか言い方として。カニ専門店に行ってカニ丼を食べたんですが、はいはい、カニ専門店に行って豪華なカニ丼を食べた。この辺がもう負けてんのよ。カニ丼に負けてんのよ。だからそうなるのよ。腫れが出ちゃうのよ。かゆみや腫れが。それは多分アレルギーとかね、そういうのは。そうなんだろうね。でもね、毎回じゃないのかね。ね、まあちょっと免疫が落ちて、そういうのもあるんじゃないですか。疲れてるとかね。うん、疲れてカニ丼食うなよ。疲れた時食うもんじゃねえだろ、カニ丼なんて。それは分かんない。まだ疲れてる。冷たいじゃん、基本カニ丼なんて。元気ない時カニ丼食うなよ、アホか、お前。ジル飲んでろ、お前は。ジル。寒い時はジルだよ。ジル冷えちゃったよ、元気ない時カニ丼食うアホ、嫌だわ、俺。分かんないじゃねえどうした、はい、そう、じゃあなんか、なんか好きなもん食べろっつって、はいはいはい、カニ丼いいですか。あ、好きにすりゃいいけど、お前腫れやかゆみが出るぞ。そうかもしれない。あ、ほら、本当に、はい、ラジオネームチャーシューもりもり、うん、FM 栃木。先ほど家で鍋をやった時にカニを入れて食べましたが、冷凍してあったものだったのか、生臭さがスープに溶けていて思ったより美味しくありませんでした。やはりカニは生でそのまま食べるのが美味しいなぁと私は思いました。まあ、品質の悪いものを冷凍してるだけの話だろ。そのもう腐ったようなものを冷凍してるから解凍したって腐ったものだよね。腐ったものを冷凍してるんだから解凍したら、はい、腐ってますよ、そりゃ。ね、生だからとか冷凍だからとかじゃないんですよ。あなたのご家庭で食ってるものは腐ったものを冷凍してる。もうやめてやってくれよ。もう解凍の仕方がとかあるじゃない。冷凍したまんまだからちょっと水っぽくなった可能性。生意気言うからだ、みんな。先ほどなんです。先ほど家で鍋をやった際に、それ自分の呼び方じゃない、そんなの。カニを入れて食べました。鍋なんてやってねえだろ、お前。やってますよ。やってます、やってます。鍋なんてやってねえくせに鍋食べたって嘘つくからだろ。そういう季節ですから今。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン、はい、数ヶ月前スーパーに行ったら、川で生息している小さなカニ、サワガニが1匹50円で売られていたので、思わずカニなのに安いと思って10匹ほど買いましたが、料理法が分からず素揚げをして食べました。口の中が痛かったです。安物買いの銭失いでした。サワガニ素揚げして食べたらめっちゃうまいじゃん。ねえ、ねえ、うん、あんなの、うん、こいつ口の中が痛かったっていうだけの感想だってそうなんですかね。10匹買ったんだって、うん、本当かね。素揚げして食べたら、あの、はっきり言って素揚げしたら世の中のもん何でもうまいよ。
あ、うん、パリパリになればね、うんうん、虫でもさ、うん、虫もうわーっていう見た目だけど、これ何ですかって、あの素揚げしたと、あ、じゃあはい食べますってなるもんね。あ、そうですか、うん、もう素揚げしてたらもう全部一緒。あ、うん、もう何でも、うん、あ、だからサワガニもう絶対うまいよ。素揚げして塩かけてないんじゃない？あ、塩かけてないのかな。なんでそんなまずかったんだろう。ちょっと理解に苦しみますね。ラジオネーム新しい人、はい、FMC が、はい、僕の地元はオホーツクの方にあるんですが、冬になると冷凍庫に毛ガニが常にある状態でした。子供の時アイスを食べようと思って冷凍庫を開けたらカニ臭すぎて泣いたことがあります。すごいね。オホーツクの方って何なんだ。オホーツク海沿いの、まあ、痛くないのか、はい、そうじゃないですか。そんなもんなのかね、毛ガニが余ってんの。余ってるってわけじゃないけど、盗んできてんだろう。いや盗んで、ね、買ってきてますよそれは。買ってきてないでしょ。冷凍庫に毛ガニが常にある状態になって盗んできてるし、もらってんじゃない、もらうんじゃない。ああ、まあそうなのかもしれないですけどね。そうなんだ。子供の時アイス食べようと思って冷凍庫開けたらカニ臭すぎて泣いたことがあるって。泣く？いや、まあ子供の時ですからね、やっぱりちょっとなんか冷凍庫に頭入れると「うわー！カゲーズ！」って言われたら泣くかもしれないけどさ、はいはい、アイス食べようと思って冷凍庫開けてカニ臭くてさ、はい、泣く？いや、まあ泣かないですけど。ちょっと大げさじゃない？表現はいろいろですよ。うるせえな、もうこいつ。うるせえな、こいつ、ほんと。それは小学生のフリートークで笑わないよ。笑わないよ、もう。チーヨーロン世の中で起きていることは、主誰かの陰謀、その中でも特に珍しい、いわゆる陳謀論、送ってもらってまーす。ラジオルサンペー。はい、ついに、ついに、チンチンの頭文字として一番ふさわしい50音。導き出したぞ。頭文字47位から発表してもいいが時間がない。3位からいこう。3位からだ。時間がないからな。3位からだ。じゃあ言えわ。47位から一個一個紹介してても時間がないからな。今日は3位からだ。いいわよ、時間ねえんだから。はい、3位、おド定番オガ、ここでランクイン。やはりおちんちんの収まりの良さは異常です。ちんちんにつける頭文字お、3位はおでした。ド定番のおで、おちんちん、まあまあ、ド定番、こちらの収まりの良さは異常です。第2位発表しましょう。第2位、こうある、で第2位、じゃん、ま、え、何、2位はま、わ、なんとも誰も予想していなかった、ま、まがランクイン。なんでまなの。声に出してみればわかるが、まちんちんの気持ちよさは異常です。言ったことないです。さあみんなご一緒に、まちんちん、初耳だよ。まちんちん、まちんちん、おちんちん、まちんちんと続きました。おのがいいよ。さあ、第1位、うん、第1位は、うん、こ、え、優勝はこちんちん。なんでだよ。響きが硬すぎると揶揄され、一度はちんちんの冠を諦めたこ、こが涙の体感です。で、惜しくも敗れたおと、魔も駆け寄って、こう、祝福しています。お、おや、おと、魔、はい、と、はい、こ、うん、続けて読むと、やめろやめろ。おばこ、やめろやめろやめろ。やめろ、もう。ダメダメ。やめやめ。
やめやめだよそれもう。そのメールやめ、終わり終わり終わり、以上です。誤解される。Sunday Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer. いや、あのメールね、来てるんですけど、はい、ちょっとなんかこっちが文句言いみたいになっちゃうんで、こういうの読みたくないんだけど、はい、まあ、ちょっとはっきりさせたいんで、うん、ラジオネーム背中にはいつも幸せのポップコーン、うん、13歳の頃、うん、ヘビに足を噛まれたんですが、うん、大泣きするぐらい痛かったです。有吉さん、ヘビを舐めないでください。ヘビには勝てません、うん、まずこれ、この言い方だったら多分痛いだけだから、毒蛇じゃないってことでしょ。うん、そうっすね。13歳、あと日本にいる蛇なんて、まあこんなん大蛇だったら大蛇だって言うわけじゃない。はい。だからまあしょうもない蛇でしょ。まあまあ13歳って中1よ。うん。蛇に噛まれて大泣きするようなやつがさ、メール送ってきてさ、アリウス、蛇を舐めないでください。お前みたいなシャバ像が何言ってんの。お前みたいなシャバ像がな。偉そうに言うな。俺の13歳の時は金属バットで頭殴られても泣かなかったわ。誰にやられたんだよそんなこと。もう蛇に噛まれたぐらいで大泣きする13歳がみたいなシャバ像がね、俺に蛇には勝てませんよ。だって勝てるよ。お前みたいなシャバ像じゃそれ勝てないかもな。俺勝てるよ。文句言いだよ。文句言いだよ。本当に。なあ、もう。もう大人になってからも赤股みたいなね。はいはいはい、はい。トンネルさんの番組とかでよくやってましたけど、ね、赤股。よく噛むね、ヘビね、はいはいはい。あんなに噛まれたってもう別に全然平気。もよくカメラによくちゃんと撮れてるから、牙が食い込んでるところ見えるかなって手の角度調整してるぐらいだわ。泣くなよ、蛇に噛まれたぐらいで。しょうもない、シャバゾ。ラジオネーム三角寺、はいはい、FM 三重。有吉さんは巨大な蛇を狩るときに、一つだけ武器を持たせてもらえるとしたら何を持ち込みますかと。まあでもそれは、もうリングに入ってるってことだもんね。それはだって準備できるんだもんね。戦うってことになる、ね。とっさだったらもう本当に鍵しかないけどね。とっさだったら鍵、鍵でもう頭からブワーッと背開きにして背開きにしてやるけどね。できますかね、とっさの場合ね。そんな、何でも OK ですよって言われるんだったらもう簡単すぎるね。掃除機だね。掃除機、掃除機で、もう戦うまでもないよ、ね、もう吸っちゃうから俺。そうもないこと聞かないでよ。もうバカじゃない、知らない戦いを。続いては何坂の何番ですか。はい、はい、AKB に始まり乃木坂など派生して増えているアイドル坂道グループ、うん、詳しいリスナーの皆さんに最新情報を教えてもらって新しい知識を増やしていっております、はい、まだ分かんない全然。うーん、なんとか坂の 8番ですって言われても、はい、あっちの坂じゃないんですか、はい、そっちの坂ではないですって言われちゃうね。いろんな坂で全然もっと覚えないとなと思います。はい、ラジオネーム全自動パスタマシン FM 石川、自己紹介します。ニコチン切らしてイライライラ。シケモク吸うよ。シンポシュポシュポ。好きな銘柄はメビウスライト。どうも、喫煙坂46、シケモクニコです。ニコチンって呼んでください。
喫煙者のみんなが私たちの曲を受動喫煙で広めてくれると嬉しいな。よし、はい、明日のライブはこれで行こう。すいません、ちょっと体力きついんで休んでいいですか。あー、レッスンサボってする卵が一番うめえなって。そういう人いるの怖いね。ラジオネーム三平。怪しいものではございません。ネズミ山6万8000の壺売りつけ子です。関東支部プラチナマスター千葉エリアベストバイヤーの肩書きで活動させてもらっております。結成当初8人だった私たちが6万8000人の巨大グループに成長するまでの経緯説明させてください。まず8名の初期面がそれぞれ10人ずつ新メンバーを勧誘して計80人、その新メンバー72名がそれぞれ 20人ずつ連れてきて、計で1448人、その新メンバー1368名がそれぞれ50人ずつ勧誘して計68480人、現在68400人の最下層メンバーが100人ずつ、新メンバーを勧誘していますので、来年にはネズミ山684万に改名する予定です。それで一曲聴いてください、ネズミ山6万8000で大声ダイヤモンド押し売りバージョン。勉強になります。こう、確かこういう風にするとファンが増えるかもしれない。急拡大しね。ちょっとこれ読まなきゃよかったな。自分だけの秘密にしてくれ。あげましょう。パン。営業停止しますよ本当に。ラジオネームサイン Z。 はじめまして。あなたのハートにミンミンミン。セミ坂46の油瀬美子と申します。今日は私が所属するグループセミ坂46についてご紹介いたします。そもそもセミ坂というのは大田区雪ヶ谷に位置する実在する坂のこと。かつてこの付近一帯が、セミ山と呼ばれていたことからこう名付けられたんだって。もちろん私たちの活動もセミになぞらえたものばかり。私たちが脱ぎ捨てた衣装は抜け殻と呼ばれているし、下部組織幼虫は地下の施設で5年近く育てられるし、メンバーは7日ごと総入れ替えさせられるね。私の話ちゃんと聞いてる？ちゃんと聞かないとおしっこかけちゃうぞ。気持ち悪いからこのコーナーもそろそろ。気持ち悪いですね。一旦ブレイクします。スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、というわけで、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、そろそろお別れの時間近づいてまいりましたけどもね。はい。あ、安田がね、アシスタントということはですね、コーナーがまた一個発生しますね。ん？女子ですね。女性リスナーの皆さんね、女性リスナーの皆さん限定で、安田に、安田さんね。まあ、女子ってのはこんなもんよ、とかね。おじさんに女の子の気持ちを教えてやってください。女子がねいるのかどうかなんですけど、教えてやってくださいね。ラジオネーム稲葉の白うなぎ。ゆうむさん、ご存知かもしれませんが、僕の母校の大学ではカニの再利用としてナノファイバーに分解して化粧品や医薬品、健康食品、農薬肥料などを幅広い分野で活用される研究をしているそうです。僕を丸ごと、うん、あれです。ご存知じゃないですよ。これはね、これご存知じゃないんで余計なものつけないでください。バカにされてるように思いますよ、こっちは。ラジオネーム論より証拠の大ライス。ブロッコリーの素揚げは本当に美味しいです。無限に食べられます。このリスナー、このラジオのリスナーだったら分かると思うんですけど、無限に食べられるなんて嘘ついてほしくないんですよね。何個食べられるかはっきり
教えてほしいんですよ。どうせ100個ぐらいで無限なんて言ってんでしょ、大体。いや、まあでも100個食べられればもう無限っていうぐらいで。無限ピーマンとか言いますからね。あれも無限じゃないじゃん。まあそうですね。何キロ食べられるのかはっきりしてほしいのよ。無限に食べれるっていう。いうの、いうな嘘だから。どれぐらい食べられるんですかって聞いて、聞いてるんですよ、私は。で、その上私行きますから。ラジオネーム、あやふみて。鳥取へ行った時にカニの踊り食いをしたんですが、カニの足の身が舌に巻きついてカニに殺されると思ったことがあります。もう嘘つかないカニに殺されるなと思うわけないだろ。もう弱い、もうむき身がブルーっと舌に巻きついたってさ、もう弱いだろ、ブルーンとしたブルーンぐらいの。大変少しよね。ということでね、はい、11月突、もう年末です ね、 ですね。安田の登場ということは。はい、はい、また、11月ですから、まあ、女子のコーナー送ったりとか、はい、安田にもメールください、ね。はい、お願いします。ね、はい、もう年末ですから駆け足でいきましょうかね。はい、ね、あっという間ですよ、はい。はい。というわけでお相手有吉弘行と、デンジャラス安田でした。また来週お会いしましょう。さよなら。